新版画って何っていうと、話はね、浮世絵まで遡ります。浮世絵、浮世絵っていうと江戸時代に一世を風靡したポップカルチャーですよね。で、江戸時代まではめちゃめちゃ良かったんですけども、ただね、明治時代になるとその浮世絵の人気っていうのは陰りを見せてきます。これなんでかっていうと、西洋から新しい印刷技術が入ってきたことによって、その西洋の印刷技術っていうのがすごかったのよ。すごかったので、浮世絵の需要っていうのをどんどん奪ってしまう形になったんですね。で、この危機的状況を脱するために立ち上がったのが版元の渡辺庄三郎っていう方だったんですよ。で、何をしたかっていうと、浮世絵っていうと、分業制なわけなんですね。絵師がいて、彫師がいて、摺師がいて、これ3人でやってたんですけども、彫師と摺師の技術をバキバキにレベルアップさせて、絵師の表現したいものをかなりのレベルで可能にして、芸術性の高いアートな版画っていうのを作ったんですよ。これが新版画と言われてまして、この動き全体を新版画運動っていうんですよ。